どうもです、えー、今回は皆さんに報告お知らせの方らしいかな、えー、をしたくてねちょっと動画撮らせてもらっております大体23分に済ませますのでちょっとお時間いただければ嬉しいですであの何かっていうと普段自分動画投稿とは別に生放送をちょこちょこやっておりましてでその生放送の内容があの一緒に勉強しようの生放送をやってるんですねでそれを自習室って自分は呼んでるんですけどでそれが普段は火曜日と日曜日の夜10時から やってるんですただ冬休み期間だけは皆さん学校の学生がね、えっと、家にいますのでえ午前の9時からっていうのをやってたんですずっと毎日でそれが昨日の土曜日で終了しましただから今日日曜日なんで今日の夜から通常通りのスケジュールに戻るつもりだったんですよだったんですけどちょっといろいろ考えまして、えっと、この夜22時からやってる自習室に関して、えっと、毎日やることに決定しました <laughs> 拍手なのかな分かんないですけど なので明日日月曜日も普通にやりますただ、えっと、ずっとではなくて期間を決めます。でこれが、えっと、3月11日までにします。でこれは何かっていうと自分の誕生日なんですよ。次36歳になるんですけど。 でそこで、ちょっとみんなに祝ってもらおうっつって、<laughs> まあ大体その辺受験終わってる方が多いので、まあ、その辺をめどに、一応3月11日までは夜22時の生放送、自習室の生放送を毎日やるということにしましたので、えぜひあの自習自、普段ね使わない方は全然スルーしてもらって構わないんですけど、普段自習室ね使ってくださってる方は、ちょっと頭の片隅にあの覚えておいていただけると。なので、大体、えー、夜の22時から、まあ、23時には生放送終わっちゃうんですけど、その1時間 の間はだいたいこのチャンネル生放送あの皆さん YouTube 開くと出てきますのであのチェックしてもらえれば嬉しいですでそれにあたっていくつかちょっとお願いがあってですね普段夜の生放送をするときに自分息子が2人いるんですけどえっ、ー、と9時に子供たちを寝かしつけます。 自分がね寝かしつけるんです子供が寝るまで横でこう頑張って寝ないようにこう耐えるんですけどちょっと疲れてたりするとさすがに寝落ちすることがあってなのでこうやって毎日やると言っておきながらえっ、ー、とあれ始まんねえなってことがあると思いますで何かトラブルがあって例えば放送ちょっと遅れますとか今日は中止になりましたっていう時はコミュニティとかツイッターで絶対流すのでそれがない状態で始まんなかったらあ寝落ちしたなと思ってください でちょっとそれを <laughs> あの許していただける環境を作っておかないと結構プレッシャーなんですよあの寝落ちないようにするのが。で多分自分それで <laughs> あのお腹壊したりする可能性が高いのでそれをまずお伝えしたかったっていうのがまず1個それとあの自習室今結構モデレーターの方が頑張ってくださってコメント欄とかもね結構管理してくださってるんですけどさすがに毎日モデレーターの方に頼るわけにはいかないのでモデレーターの方がいらっしゃらない生放送も、まあ、あるかと思います。 はいなのでその時とかに、まあ、ちょっとね皆さんがこうコメント欄とか見て,る見てえって思うのがあるかもしれないでも基本的にはスルーしてくださいだって実習室一応ねメインは実習で来てるのでコメント欄関係ないはずなんですから俺も勉強してる時コメント読まないです全く。 なので、まあ、もちろんねコメント欄でなんかえっと問題出し合いっ子とかしてる子もいてそれが悪いとは全然思わないですし好きに使ってもらっては構わないんですけども基本的に何か言ってることに関して突っかかるみたいなことはやめていただけるとなんかみんなでこういい場所に。 できたらいいなと思っておりますのでご協力の方よろしくお願いしますそして最後にえっと一応毎日とは言ったんですけど仕事の関係で夜できないことも絶対ありますだからあのそれのスケジュールに関してはあのー、できない時もありますのでそれもコミュニティとかツイッターもしくは生放送の時に次の生放送次の実習室はいついつですとタイトルに必ず入れます だからそこをうまくチェックしてもらってあの来れる時には参加していただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、えー、と2、3分で終わってるかちょっと怪しいですけどもここまでご視聴いただきありがとうございました。それで今日の22時の、ね、自習室からお待ちしてますのでぜひご参加ください。それじゃあ夜にお会いしましょう。またね。バイバイ